と虎年だけど、はい、少なくとも短パンは履かない、うんうんね、膝痛いもんね。あ、痛いですね。いや痛いよ。そっかそっか、なるほど。でもやっぱりストレートにまず言った方がいいよね。うん、なんでみたいな理由聞きたい、ね、そうです、理由気になるよね、うん、もしかしたらそういうファッションかもしれないですね。あ、通年短パン、はい、少なくともヒップホップアーティストではないみたいだけどね。ではないではない。じゃあ、まあ、ストレートに聞いてあげた方がいいんじゃないって、うん、あとは、はい、やっぱり自分自身もその考えを変えてあげるっていう方法もあるってことね、うんうんうん、そうですね。いい質問ですねこれね。はい、ということでありがとうございます。これ以外にも本当たくさんのメッセージいただいておりましたけれども、お時間の関係でここまでとさせていただきます。はい、皆さんにですねいろいろと、まあ、お話聞いてきたところで最後のミッションとここで参りたいと思います。最後のミッションは今年の干支であります虎の絵を皆さんに描いていただくということになっております。はい、虎の絵、スマホとかね、本とかで虎を見ながら描くのではなく、もうちゃんとこう自分で想像しながら虎を描いていただくということでございまして、この後後半のメンバーが出演してくださってる間に皆さんには虎を描いていただこうと、はい、思っておりますんで、はい、くれぐれもカンニングしないようにお願いします。はい、はい、そして最終的に全ての絵を私が拝見させていただきまして、ナンバーワン虎を決定させていただき、しつこいですがグッズをプレゼントさせていただきます。もう今日3つ手に入るチャンスがあります。一気に、はい、ということで皆さん絵は得意ですか。まあ、この中だったらリヒト、あ、でもまだここみんな3人とも上手くない。 俺以外全員上手いです。田島くんは絵はそんなにちょっと苦手ですね。でも可愛いだ、可愛い絵を描いてる。可愛い絵は描けると。可愛いかあれ。あ、楽しみですね。はい、どんな絵になるのか期待していただきたいと思います。はい、ね、もう間もなく2時台も終了となるわけなんですが、まあ、今年もね、はい、始まったばかりということもありますので、せっかくなんで今年の抱負、うん、聞かせていただこうかなと思いますけど、うん、木村くんから教えてもらっていいですか。はい、やっぱりこう2021年は僕たちの INI の出発の年だったので、うん、2022年はこう飛躍の年にできるように、そして2022年もこう一つ一つのお仕事をこう丁寧にこうやって、うん、いろんな人に知ってもらって、うん、INI がもっともっと大きくなれるような年にできたらいいなというふうに思います。今日も丁寧な仕事してるもんね。丁寧できたね。丁寧丁寧間違いなく丁寧です。なるほど。池崎くんは。そうですね、僕は、まあ、もちろん INI が飛躍の年になるのも僕も、目標にして、個人的な抱負はでもちょっと家事が苦手なので、一人暮らし始まって、はい、僕洗濯がすごい苦手でめっちゃ服溜まったり、はい、いや洗濯回しても干すまでに数日かかる。数日はやばい。ちょっと待って、洗濯してから干すまでいつもそんな、いや、匂いでシワと生乾きの天才だから俺。やだ、天才だな。あの乾燥機付きじゃダメなの。いや、ないんですよ、持ってないんですよ、乾燥機付いてなくて、はい、で、 そう、でも最近ちょっとずつね、すぐ干すように意識して、洗濯カゴも買ったんで、ちょっともう洗濯機がパンパンにならないようにとりあえず今できてきてるので、洗濯のうまいことの継続をしていきたい年です。まあでもね、これ癖になるとハマるよ。本当ですか。僕1日3回ぐらいするからね、洗濯洗うもんありますか、そんなに。あ、もう子供の服とかもあるし、結構汚すじゃないですか。そうですね、今度伝授するわ。おー、ぜひお願いします。効率のいい洗濯の仕方、めっちゃ気になります。聞きたいな、それ。はい、はい、なるほどね。お願いします。シュウ君は。はい、2021年は本当にファンの皆さんのおかげで、あと本当にいろんな人のおかげで、僕たちがもう本当にすごい華やかなデビューを飾ることができて、本当にすごい、うん、今でもすごいなんか光栄だなって思ってて、それこそ2022年ももう今の勢いを持つことができて、今から
僕たちの進化を問われる時期になってくると思いますので、本当に引き続き、もっと上を目指していけたらいいなと思います。あと個人的に達成したい目標は、自分の部屋をメンバーの中で一番快適な部屋にしたいと思います。一番快適な部屋にしたい、メンバーのみんなが集まりたいと思われるように、この部屋も阿修くんの部屋行きたいっていう感じにしたいと、思われるようにかわいい片付けしたいと思います。みんな片付けがメインだね。じゃあ田島くんは、はい、もうみんなが言ってくれたんですけど、僕も今年は男年じゃないで、男年じゃない、年男、年男男年じゃないですよ、年男です、年男なので、はい、本当にもう虎のごとく噛みつく勢いで新しい作品どんどん打ち出して、新しい魅力を知ってもらえる INI 田島翔吾として進んでいきたいです。よろしくお願いします。噛みつく勢いでね、はい、はい、男年で男たちで頑張ります。はい、みんなそれぞれね、やっぱりあの大きい目標、 INI としてのね、飛躍の年にしていきたいという、そんな2022年、僕自身も期待して応援していきたいと思っております。ありがとうございます。さあ、この後3時台引き続き INI 登場いたしまして、後半のメンバーに入れ替わってのご登場となりますので、この4人とはここまでという。はい、どうでした、ラジオ楽しかったですか。いや、めちゃめちゃ楽しかったです。嬉しいです。またチャンスがあったらぜひいらっしゃってください。ぜひよろしくお願いします。もう僕は INI にスケジュールを合わせます。もう全てを合わせますんで。いや、ありがとうございます。もう2022年も何か仕事があったら全部連絡ください。全部合わせます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は飛躍というよりキープの年にしていきたいです。大事ですね。大事ですね、それも。はい、ということでありがとうございました。この時間は池崎くん、木村くん、シュウくん、田島くんに登場していただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。